こんにちは。こんにちは。今日はですね、こんな美味しそうなお菓子をお客様からいただいちゃいました。やったー、ありがとうございます。じゃーん、じゃーん、これは何でしょうか。はい、木澤さん、お父さん、お父さん、お父さん、これは萩の月だね。やったやったじゃあ早速食べてみたいと思います。私これ大好きです。めちゃん大好きなもの多いよね。はい基本大好きじゃない。早速いただいてみたいと思います。じゃあめちゃんの嫌いな食べ物教えて。アスパラとかですかね。アスパラはちょっといまだに苦手です。でもアスパラのベーコン巻きなら食べれます。簡単なのなの。早く食べて。ちょっと待ってください。ふわふわですね。ふわですね。美味しいですね。なんか卵の味がします。うん、多分食材にね卵が入ってるからね。そうだろうね。ふわふわのジェスチャーで。はい。で、カスタード。この中に入ってるカスタードみたいなものが美味しいです。とても。美味しいです。とても。食べてみてください。そんなに敬語、お母様に敬語ですか、そんなに。ということで、差し入れの方、ありがとうございました。みんなでお食べさせていただきました。美味しいです。じゃあ、まりちゃんの決めポーズやって。バイバーイ。バイバーイ。美味しい、まりちゃん。はい。うん、じゃあ、もう一回食べな。美味しい。美味しい。